お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。はい。ザ・シングル。ザ・シングル。動画出して、皆さんに見ていただいた。皆さんにね、僕のテクニックっていうんですか、はい、恋愛テクニックをね、見せてあげたんですけど。はいはい。で、それが2週間ぐらい前か。これは3週間弱って感じですね。はいはい、はい。で、その時、3人と相席して、交換できたんです。2人と交換させていただいて。はい、で、2人とやりとりして、その後、その後です。だって2人目に関しては割といい感じっていうことも、はい、そうですね、本当にいい感じでしたね。はい、はい、じゃあちょっと LINE 確認していっていいですか。はい、 LINE 確認しましょうか。はい、チャンネル登録お願いします。マジで。じゃあまず、1人目の女性、女子大生の女の子でしたっけ。はい、女子大生の女の子で、はい、こんにちは、昨日お話しさせてもらった大学生の〇〇です。昨日はありがとうございました。で、〇〇さん、こんばんは。こちらこそ昨日はありがとうございました。〇〇さん、とっても話しやすくて、いろいろと質問していただいて、お話しして楽しかったです。ニコちゃんマップ、そう言っていただけて嬉しいです。いい出会いはありました。とんでもないです。〇〇さんを含め3人の方とお話しさせていただいたのですが、〇〇さんとの会話が一番印象的でした。うん、素晴らしいでしょう。うん、〇〇さん、いい出会いありましたか。はい、それは光栄です。うん、私もいろんな方とお話しさせていただきましたが、特定のどなたかということはありません。まあ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 、もう悪い感じじゃない。はいはい、光栄だなんて恐縮です。そうだったんですね。昨日のザ・シングルってとこ、飲み放題は良かったんですが、ご飯食べれなくてめちゃくちゃお腹空いちゃいました。いや、確かにそうでしたね。ご飯も食べられるといいですよね。そうなんですよ。おつまみとかあったらよかったなって、わら。それで、お腹空きすぎたんで、帰りに牛丼3つ買って帰りましたもん。で、この3つの、あの牛丼の写真を送りました。はい、食べたよっていう。すごい、たくさん食べられるんですね。すごい食いついてきて。はい。はいはい、そうなんですよ。牛丼3つじゃ足りなくて、プラスアルファでご飯3合炊いちゃいました。わら。うん、はい、めっちゃ嬉しいです。〇〇さん、今度お電話しませんか。はい、もちろん構いません。いつでもどうぞ。すごい、もう許してますもん。 いつでもどうぞなんて、はいはいはい、おはようございます。今福祉の夜勤終わってバス乗っております。わー、ありがとうございます。タイミングいいと聞きますね。こんな時間までお仕事お疲れ様です。できるだけ休んでくださいね。はい、お待ちしてます。おー、めっちゃ気遣いもしてくれる。これはもう脈割りですよ。もうネットで調べたら脈割りだった。ありがとうございます。〇〇さん、優しいな。今お家帰ってきました。書類書いてからおねんねします。おやすみなさい。スタンプを送ってくれて、はい、〇〇さん、今起きました。なかなか寝れなくて、早い時間に寝たら変な時間に起きそうで怖いです。わら。お休みの日って何されてるんですか。おはようございます。お仕事上難しいかもしれないですけど、生活リズムがずれるの怖いですよね。私はお休みの日は予定がなければ家から一歩も出ずにダラダラしてることが多いです。本を読んだり動画を見たりして眠くなったら寝るのが最高に幸せです。めっちゃね、絵文字もちゃんと作ってくれて、これはもう脈があるのよ。で、おはようございます。そうなんですよ、生活リズムが崩れると余計疲れちゃうんです。わら。自分も結構インドア派で、アニメ見たりヤマプラで動画見たりしてます。眠くなったら寝るの最高ですね。今電話できたりします。はいはいはい、うん、これでお電話いいですよ。はいはい、はい、お、来た。これでまあ電話しました。結構電話しましたね。はい、2時間半ぐらい電話してます。あ、2時間半ですね。はい、で、僕から、まるまるちゃん、お電話ありがとう。とっても楽しかったし、何より声に癒されたよ。もうなんかもう、あの、敬語なしでいいよっていう。まあそうですね。ここからタメ口になってますね。うん、距離近くなってますね。うん、はい。で、就活頑張ってね、応援してる、はい。こちらこそありがとう。そう言ってもらえてよかった。ありがとう。頑張ります。そこから、まあ、続きどうしようかなと思って、うん、丸亀製麺の写真を載っけたんです。うん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 、はい。まるちゃんなら大丈夫。結局作るのめんどくなって、丸亀製麺でぶっかけうどんにしたよ。うん、お、いいね。おうどん美味しいよね。って、なんか一言ラインになって。まあもう別にそんな。まあ、それ、うんうん、それぐらいですか、うんうんうん。うん。おうどんいくらでも食べられちゃう。わら。今日天気良さげ丸だね。嬉しいね。天気いいとハッピーになる。で、このラインスタンプが1個送られてきて、うんうんうん。これはどういうことなんですか、ニコってのは。で、僕なんかよくわかんないんだけど、LINE スタンプ返しで、あっていうスタンプを送って。はい。で、その日は終わって。うん。そっから4日後ぐらい。
はい、さっき新宿でお笑いライブしてきて今ご飯食べてるって、うん、また丸亀製麺でご飯食べたんですけど、はい、その写真2つ送って、はい、お疲れ様です、今日も美味しそうですねって、なんかなんでこれいきなり敬語になってるんですか。まあちょっと期間いたんでリセットされちゃったのかな。そうですよね、距離感詰めたのに。まあないこともないんじゃないですか、こういうことも。まあこういうこともあるか、はいはいはい、ちょっと向こうもやっぱ若いので。でまあ、はい、でまあありがとう、まるまるちゃん食べ物は何好きって聞いて、辛いもの、鶏肉、うんうん、一緒にプデチゲ食べたい、ありがとう、どこで食べれるかな、うんうん、まるまるちゃんと一緒に作りたい、その日は来なくて次の日に、うん、嬉しいって、うん、でいつ作るって言うじゃないですか、うんうん、いつ作る、わら、いつにしよっか、うん、でその後に、まるまるちゃん、6日火曜日か8日木曜日って空いてるかな、難しそうならまるまるちゃんの都合のいい日に合わせるからいつでも行ってねって送って、うん、それもなんか未読になっちゃって、うん、これどういうこっちゃと思って17日、一昨日ですね、一昨日、はい、まるまるちゃん来週あたり空いてたりするって送ったんです。がもう、うん、3通とも未読する。はいはいはい、いつにしよっかって向こうが食いついてるのになんでちょっと待って、なんでなんですかこれ、なんか悪いことありました、これは。うん、脈割りじゃないですか。本当に適当だからダメでしたね。ダメでしたね。とか僕は単位があると思ったのは、うん、2時間半の電話ですね。多分2時間半って女の子って結構大変だなって思ったんですよ。ちょっと重かったかなって思っちゃって、そっから一言ラインが多くなって、だからそこかなっていう、だからそこを汲み取れなかったなっていう、うん、じゃあ2人目、はい、2人目これどういう人でしたっけ。2人目は20代後半から30代弱の方だと思うんですよ、うん、まあすごいとっても話しやすくて、なんか笑って面白いですよみたいな言ってくれて、僕のこと結構リスペクトしてくれたんですよ、うん、あ、この人ちょっといいなと思って話しててとっても楽しかったんですよ。まあちょっと確認していきましょうか、はい、LINE を。はい、まあこれなんかメッセージ表示消えちゃってるんですけど、電話してる、電話してるんですよこれ、ごめんなさい、はい、なんで消えたのか分かんないです。まあいいや。でそれで、まるまるさんこんにちは、昨日はお電話ありがとうございました、うん、めちゃくちゃ癒されました、まるまるさんの人柄の様子が好きです、うんうんうん、わあありがとうございます、結構絵文字もピカピカのね、まるまるさん今日は何時までお仕事なんですか。20時半ですよ。まるまるさんお仕事ファイティンです、ありがとうございます、はい、とんでもないです、わら、あとでまるまるさんと電話したいんです、お疲れでなければ。はいもっと話したかったんです、はいはい、なんか1時間半だったけど、はい、めっちゃ疲れました。まあいやでもありますよそういうこと。いやそうっすか、仕事疲れたってことでしょ。はい、あ、そうか疲れてたんだね、うん、そうだ、違う日でまたお願いします。全然ありますよこういうこと。あー、で、まるまるさんお仕事お疲れ様です、今日もよく頑張ったね、かっこ頭なでなで、ゆっくり休んでくださいね。これかっこ頭なでなでっていうの、直接文字打ったってことですか。あ、そうですね。あ、なるほど。はい。で、ありがとうございます。はいはいはい、とんでもないです。僕のことをふみくんって呼んでほしいです。わら。うん。はい、で、急に。なんか僕ふみくんって言われるのめっちゃ好きなんですよ。はいはいはい。わら。ふみあきさんって読むんですよね。で、そうなんです、わら、ふみあきって言います。ふみくんって言われるのすごい好きなんです。え、そうなんですね。今日めちゃめちゃ疲れちゃいました。ふみくんの件は？ちょっとスルーされましたね。うん、で、よっちゃんって呼んでいい？うん。わら、本当にお疲れ様です。頑張ってるよっちゃん好きです。まだ許可もらってないけど呼んでるんですね、ここ。まあ、いいや、うん。ありがとうございます。さっき帰ってきたばかりなんですが、もういつでも寝れる感じです。おー、いつでも寝れる感じなんですね。まるまるリラックスモードですね。まるまるさんおやすみなさい、うん。明日も無理せずにお仕事頑張ってください。ちょっとよっちゃんは一旦やめたんですね、ここ。はい。ちょっと一回やめました。で、4月1日、次の日に、頭痛い。なんでだろうって、まるまるさん大丈夫？無理しないで休めるとき休んでね。で、ありがとうございます。うん、とんでもないです。頭痛解消しましたか？ありがとうございます。毎回とんでもないですって言いますよね。いや、ほんとそうだ。まあいいけど。なんかね、癖なんですね。とんでもないですっていう。うんうんうん、で、頭痛解消しましたかと送って。うん、だいぶ良くなりましたね。よかった。心配しちゃいました。心配かけてすみません。LINE した時がピークに頭痛がひどかったんです。とんでもないです。〇〇さんの体調が心配で良くなって本当にほっとしました。優しくないですか？うん。〇〇さんとんでもないです。わら。基本優しいかもです。今日飲んできて横になって
てたらいつの間にか寝ちゃって今起きちゃいました、うん、おはようございます。今日も一日頑張りましょう。まるまるさんおはようございます。僕は夕方から福祉の夜勤あります。お互い頑張りましょう、うん、で頑張りましょうのスタンプで、うん、僕がおじさんのサイン、うん、ございますスタンプ。まあちょっとボケじゃないですけどちょっと 笑ってもらおうっていうスタンプですね。そうですね。いい波が来よるぞ。はいはいはい、はい、で全く反応なしで、はい、はい、でも僕から送りましたその夜、はい、丸々さんお仕事お疲れ様です。今利用者さん寝かしたので一息ついてます。体調の方は大丈夫ですか。はいはい、今日もお疲れ様でした。今帰り道です。体は疲れてるけど体調は問題ないです。今日も頑張ったね。頭なでなで、うん、今僕は福祉の夜勤中です。体調は大丈夫そうでよかったです、うん、ありがとうございます。お仕事頑張ってください、うん、とんでもないですわら。わあこちらこそありがとうございます。〇〇さんに頑張ってって言われると頑張りますの後、うん、何このスタンプ、なんかスタンプだけで返すって、はい、はい。難しかったじゃないですか。ああそうか、何言うか、ありがとうっていうか頑張ってって言われても、うん、ちょっと、ちょっとぐらいしかないじゃないですか。照れちゃったとこもあったんだな。まあ照れちゃったんじゃないですか、はい。スタンプかわいそうなーって送って、はい、それがそれが反応来なくて、うん、次の日になってで僕から送りました。まるまるさんおはようございます。今福祉の夜勤明けで帰ってきました、うん、多分夜勤の時だったから、はいはいはい、多分気遣ってくれちゃった、うん、夜からお笑いライブあるから昼過ぎからネタ合わせです。でお疲れ様です。今日も頑張ってくださいねって。まるまるさんお疲れ様です。トップバッターだったんですか。まるまるさんの応援でなんとか受けました。受けてよかったですね。ありがとうございます。まるまるさん優しいな。俺みたいなタイプって恋愛対象になります。おお、いきなり行ったね。あ、いきなり行ったすみません、わからないんです。まあわからないはどっちにも転びますからね。そう、まだ1回しか会ってないんで、うん、しかもザ・シングルの中でしか会ってないから、うん、まあ、それも言われてもしょうがない。うん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 、じゃあ僕のことをもっと知ってもらうよう頑張ります、うん、じゃあ丸々さん遊びに行きましょう。はい、あ、お誘いしたんです、ね、お誘いした。そしたらふみあきさんって外見を良くしようという意識ってあったりするんですか。ふみあきさんって外見を良くしようという意識ってあったりするんですか。芸人って職業柄そういう意識はあまりお持ちじゃないですな。私は常に可愛くなりたい、痩せたいなど外見に対しての願望が常にあるタイプなので…てんてんて。はあ、お持ちじゃないですな。ないですかの間違いかな。これないですなってなってます。ですなってことはないだろうってこと。ないだろう。だからもうちょっとちゃんとしなさいよってことなのかな。まあ遊びに行きましょうって言った後これ来てるんで、ちょっと部は悪いかもしれないですね。うわ、まあ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 、でも全然挽回できない。私は常に可愛くなりたいや痩せたいなど外見に対しての願望が常にあるタイプ。まあまあ、じゃあ次行きましょう。次ちょっと傷つきましたね。で最近になって意識するようになったのが本音ですね、はい、ただ人に見られる職業なので日々自分磨きをしなきゃとは思ってます。〇〇さん教えてください。あ、磨き方を、うん、うんうんうん、で次の日になって来たんですよ、うん、おはようございます。なるほど、そうなんですね、うん、私も日々成長日々努力していこうと思うので、ふみあきさんもぜひいろんなこと頑張ってください。私のことを驚かせちゃうぐらいの人になってほしいです。うんうんうん、まあおはようございます。お互い頑張りましょう。もっと魅力的な人間になって〇〇さん驚かせちゃいます。うん、そっからもうなしですね。既読で返信で終わったんで、うん、ちょっとまだ話したかったんで、うん、2日後に写真送ったんですよ、うん、メルカリで売ったよっていう、うん、はい、売りましたよって送ったんですよ。それでなんかいくらだったのみたいな、ちょっともう一回話発展させたいなと思って、うん、でもそっから魅力になっちゃって、うん、なるほど。結局自転車の写真のせいみたいなとこですよね。この自転車さえなければ、うん、なんか難しいっすね。2人とも一応連絡先を交換して、うん、いい感じで最初ラリーしてたのになんでこうなっちゃうんですかね。そうですね、難しいですね、やっぱり。俺だからもう人間不信になりそうっすね、マジで。なんなんですか、マジで。やっぱり電話だと思うんですよね。長い時間電話したんですよ。だから1人目の方が2時間半で2人目の方も1時間半、はいはい、こう長い時間帯だと思うんですよ、うんうん、正直女の子からしたら、はいはい、なんで俺これからもう電話は15分以内にしようかなと思ってますね。あ、電話さえなければ電話さえなければいけた。そのあとのメッセージのやり取りとかもうメッセージのやり取りは完璧ですね、うん、問題ないと思うし、あと LINE の脈あり脈なしメッセージみたいなのも全部調べて、それを元に
に全部やったんで、救済書みたいなの参考にした。参考にしました、うん、こういう時はどうしたらいいって、うん、したらこう、ここはこうで待ってみたいな、うん、で何日後にこれ送ればいいみたいな、うん、そういうのを全部熟知した上でやってるんで、うんうん、まあ唯一漏れがあったとしたら長電話っていう。長電話だけ。なるほど、うん、よかったじゃないですか、反省点が見つかって。そうですね、もう簡単なことなんですよ、うんうん、要は長電話しなきゃいいってこと。はいはいはい、はい、まあいい勉強になったっていう。いい勉強になったっす。はいはい、まあサンプルみたいな、ね。